はい、どうもこんにちは、ともぴこです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はたまに食べたいシーフードカレーを作っていこうと思います。前にエビメインでカレーを作ったので、今回はホタテとスルメイカ、この2種類を使って美味しいカレーに仕上げていきます。というわけで本日作るカレーはこちら。まずはテンパリング。火を通しすぎるとマスタードシードがパチパチ飛び散ってコンロ周りが大惨事になるから、ほどほどのタイミングを見極めて、まあこれは経験ですね。薄くスライスした玉ねぎを炒めます。今回はアーリーレッド、赤玉ねぎを使ってますが、サラダ用に買いすぎちゃったのでカレーに流用。もちろん普通の玉ねぎで全く問題ないです。辛みや栄養面で違いはあるみたいだけどね。カレーのベースを作る上ではどちらでも。カットトマトはシーフードとの相性を考慮して今回は多めに使ってます。なので炒めながらしっかり潰す、しっかり水分を飛ばすのが大事ですね。こうした時にペーストが崩れなければいい感じに炒められている証拠。パウダースパイスを加えます。お好みでカイエンペッパーをもっと少なくして、辛さというよりは魚介の旨味、スパイスの風味によりフォーカスしてあげてもいいかもです。塩は2つまみほど入れて味の輪郭をくっきりさせる調整で、お湯を加えてさっと混ぜ、煮立ったら弱火にしてそのまま魚介も投入します。火を通しすぎると身が固くなって台無しになっちゃうから、火の加減と煮込む時間は慎重に。仕上げの段階でココナッツミルクを入れます。今回はココナッツ感は控えめに、でもコクはちょっぴりプラスしたいイメージなので少しずつ加えて様子を見ながら。うん、いい感じ。盛り付けていきましょう。ホタテとスルメイカの美味しいお出汁がたまらないスパイスシーフードカレーの完成です。短い煮込み時間でもしっかり魚介の旨味はカレーに現れるので、ぜひ試してみてくださいね。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。